皆さん。先日ちょっとお話ししたかもしれないんですけど、青天を衝け大河ドラマはですね、僕撮影終了しまして、徳川慶喜をですね演じてきたわけなんですけど、1年以上にわたって同じ役をやるという経験もなかったんで、なんか終わったらね、ぽっかりね穴が開くというかなんかもう1年以上やってるから、正直なんかそのほっとした気持ちの方が強いんじゃないかなと思ってたんですけど、いや本当終わった時は、うん、1年や以上やってきて、ようやく終わって嬉しい、ほっとしたって感じだったんですけど、寝て起きてみたらさ、なんかじんわりとね、なんだろう、じんわりとって感じですね。寂しさが込み上げてきた、じんわりとポタポタとみたいな。それはあれですか、もうなんか徳川慶喜の役を、まあ、やることはないんだみたいな。それもあると思うし、あるティッシュペーパーにスポイトで水滴を垂らしたような感じ。じわーじわーって思ったんだよね。その時に何をしたかというと、なんかずっとそういう気持ちになんか浸ってると、ティッシュペーパーが全部びしょ濡れになっちゃいそうな心って感じで、まずいなと思ってデニムを見たんだよ。そうすると楽しい気持ちになってきて、あ、これ買ったな、この間買ったばっかりだ、やっぱ買ってよかったなと思って、もう何本も持ってるからヴィンテージデニムいらない、買わないと思ってたんだけど、買ってしまって、でも見てたらこの間、あ、買ってよかった、俺ってやっぱり偉いじゃんと思って、そうだから慶喜終わって僕の心を支えてくれたジーンズを今日は紹介します。なんか謎に買っちゃって、慶喜終わってから買ったわけじゃないんだよ。慶喜以外にも他の仕事してて衣装で着たやつとかとかとか、同じだから買わなくていいわとかなと思ったんだけど、慶喜を終えて何度も言うけど、やっぱ買ってよかったって思ったんだよね。まあ何でもいいじゃんって感じだからね。まあ紹介していきましょうか。デニムファンに送る一応僕からのデニム愛をね、お届けしたいの。同じじゃんっていう話なんだけど、いいでしょ、でももうね、好きな人必見ですよね、このチャンネルはね。ちなみに今履いてるのも大体同じ年代なんだけど、これが一番古い、55年よりか前、1955年よりか前ってすごいよね。対戦直後ではないけど、対戦モデル終わってすぐのモデルです。これは。最近よく履いてるの、これレオフィッチ。これね、結構ね、僕としては細めなのよ、これはね、ウエストが31の、レングスが32とか3。足に近いとバレちゃうわ。で、縮むからね。でも、この細いサイズ、あんまり、なんつうのかな、このじゃあ、こう細いでしょ。もうちょっと自分的には、ゆったりしたサイズなの。しりしり、しりしり。プリプリ、シリシリみたいなのありましたね。結構体のラインが出る、こういうのちょっとロールアップしてエンジニアブーツとか履くとなんかね、様になる。今ね、エンジニアブーツ履いてないからさ、なんか子供みたいにこうツルツルってみたいになっちゃってるけど、これはエンジニアブーツを履くと様になるわけですよ。色も濃い、これでしょ、色濃いでしょ、これ。マッコンなんて言われますけどね、どういうことなんでしょうね。もうマッコンじゃん、真っ黒なコンなの、なんだ。でもまあこういうところ履いてるからもう擦れてきちゃうんだけど、ちなみに草薙さんはそれはどこが気に入ってお買いになられたんですか。やっぱりこう綺麗なところ、ダメージが入ってないじゃないですか、どこ直しが。これから見せるのは結構直しが入ってたりするんだけど、どこも直してないの、どこも直してないのってあんまないから、だから綺麗なの。チャックが開いてるわ、これはいけましたよ。綺麗でしょ、ほらこれ。なんかさ、もう普通の最近売ってるジーパンみたいな感じじゃないですか。自分なりに育てていけるじゃないですか。でも、味が入ってるのも、まあこれから見せますけど。だこれは綺麗な感じで履けるなと思う。でもまあこれでも全然散歩とか行ってるから気にしないで履いてるんだけど、でも、超気に入ってはないの。なぜかというと、もうなんか、最近ほら、糊付けとかしてこう、髭を出したいみたいな。これから洗濯して自分で糊付けして履けばいいんだけど、なんかそれめんどくさいから。もういいじゃんみたいな感じで、これって多分ヒゲとか入んなくてコントラストが出ずに
こう育っていくと分かってる自分で。あんまりだから面白い人事じゃないよね。ヒゲと蜂の巣じゃないから。ヒゲと蜂の巣が入ってるのがかっこいいわけですよ。だけど別にいいじゃんみたいな。そこのかっこよさ、うん、別にそんなんじゃないじゃんジーンズって色が綺麗でしょみたいな。それが別にさこんな濃いさ蜂の巣とか入ってなくても綺麗でしょ。だけど蜂の巣とヒゲは大好き。こんだけ濃いと全然今から自分でのり付けして洗濯のりでやれば多分ね入ると思う。いや、今日、のり付けしようか、これ。結局やる。あるんだよ。家に洗濯のりあるんだよ。やったことあるじゃん、なんか。うん、あるんだ。だけど、最近時間ないし、いいんじゃないのって感じで。それはそれで。そうそうそう、それはそれで。でも、ヒゲのあれで。まあ、こっちは、紹介していこうかね。まず、ほとんど同じ年代なんですよ。50年代。中ぐらい。これはカバタグなんだ。これは50、これが一番古い。あとは、一緒。あ、これもカタタグなんだ。何も分からなくて買ってんじゃん。これとこれはほぼ同じ時期。これでちょっと、あと。これ55年ぐらい。一番最初に買ったのはこれ、最近。これ、すごい雰囲気良くないですか？どう？ほら。ヒゲ入ってるでしょ。ヒゲ。おー、まあ、ヒゲ。外人さんもヒゲって言うらしいのよ。バイヤーさんとは。おう、This is ヒゲ。言うらしい。雰囲気あるよね。錆びてるけど全然履けるし、ちょっとパッチも残ってる。これがあるだけでさ、何万円か違うらしいのよ。もう取れちゃうじゃん、ほら。一回履いたら取れちゃうよね。これで何万円か違うらしいんだよ。草薙さんはそれあるないとかで、買うとは同じ。あ、それはあんまないかな。なくても、もう、ボディがね、拭いちゃったり。なんかこういうわけのわかんない、ブリーチがこうなっちゃってて。で、これもなんか、好きなの。ザ、一点物って感じじゃないですか。珍しいですね。何をしたんだろうね、この人。どういう状況だったら、こうな、垂らしちゃったのかな、なんかこう、折ってて、なんか、こう。折っててって言ってもね、なんでここだけこうなってんのかなと思って。でもこれがなんか、すごいなんか一点物だなと思って。こう、肩タブって言われて、ここのリーバイスの。で、こっちはもうパッチも欠損してます。ないですね。ユースケさんと横浜に行ったんですよ。弱いことは。一点物です。かっこよくないですか？どっちが好きですか、みんな。今日も動画を見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。その他いろんな SNS もやってるから見てみてね。またお会いしましょう。バイバーイ。